皆さんこんにちは。ペットの悩み解決チャンネルです。私たち人間にとっては普通の音でも、猫にとってはストレスを感じることがあります。今回は猫にストレスがたまる音5選をご紹介します。では早速いきましょう。その1、犬の鳴き声。1つ目の音は犬の鳴き声です。猫にとって犬は天敵であり、危険を感じる存在です。そのため犬の鳴き声を聞くと、猫は身構えて警戒心が高まります。犬の鳴き声は猫の安心感を奪ってしまいます。特に猫が小さい頃に犬に追われた経験がある場合は、犬の鳴き声を聞くだけで不安になってしまうことがあります。その2、高いピッチの音。2つ目の音は高いピッチの音です。猫は人間よりも高い周波数の音を聞くことができます。高いピッチの音は猫の耳に響き渡り、ストレスを与えます。例えばキッチンで包丁を切る音や携帯電話の着信音などが該当します。また音が大きいと猫は身体を硬くして音を抑えようとします。そのため長時間にわたって高いピッチの音が続くと、猫の体に負担がかかり、ストレスが溜まってしまいます。その3、車のエンジン音。3つ目の音は車のエンジン音です。猫はエンジン音が苦手な動物の一つです。車のエンジン音は大きな音がする上に振動も伴います。猫はその振動で身体にストレスを感じてしまいます。またエンジン音は猫の聴力にも影響を与えますので、できるだけ避けるようにしましょう。その4、人間の高い声。4つ目の音は人間の声です。特に高いトーンで話すと猫にとっては不快な音となります。猫は高いトーンの音にストレスを感じます。また人間が怒っているようなトーンで話すと猫は不安になります。普段猫と一緒に暮らしていると、ついつい愛情表現として高い声で話しかけたり、興奮した声で話したりすることがありますが、猫にとってはストレスを感じる原因となります。猫とのコミュニケーションには落ち着いたトーンで話しかけることが大切です。その後、雷の音。最後に5つ目の音は雷の音です。雷は大きな音とともに強い振動を伴います。猫にとっては雷は予測できない出来事であり、恐怖心を引き起こします。また雷に伴う電磁波も猫にストレスを与える可能性があります。いかがでしたか？猫にストレスがたまる音5選でした。猫と一緒に暮らす上で、彼らの感覚を理解し、ストレスを与えないように心がけることが大切です。ぜひ、猫との生活をより快適にするために、今回ご紹介した内容を参考にしてみてください。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。いつでも見返せるようチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。ではまたね。